対サガン鳥栖、今キックオフの笛が吹かれました。まずベルディボールで始まっていますが、あっと後ろへのパスがミスになって、いきなりこれは決定的なシーンで止めてしまったが、ああ一発レッド、この時間まさかまさか開始10秒というところで一発レッドの退場です。菅原、いやバックパスがちょっと失礼でしたね。信じられないですね。しかしあそこは止めるしかというところはありましたけども、今のそのシーンです。これはまさかというシーンになってしまいましたけれども、開始本当に笛が吹かれてすぐ菅原が一発レッドの退場になりました。決定的なシーンを止めてしまったというジャッジになります。飯田さんの笛です。これでここからほぼ90分間10人でベルディは戦わなくてはいけません。しかしここも気持ちを切り替えていくしかないですからね。いやそうですよね。フリーキック、サガン鳥栖。